金田はストーリーズで、熱中症でホールアウト後アテストの部屋で立てなくなり単価で運んでもらいました。恥ずかしくてたまらなかったです。自分で立てますバーサスダメです救急車ですのやり取りを繰り返し救急車で病院へ連れて行ってもらいましたと当時の状況を説明。症状については、嘔吐と体のしびれで思ったより辛かったですとし、 続いて、救護室で点滴をしてもらい病院でも検査してもらい、復活しました。ご迷惑をおかけしました。関係者の皆様、ありがとうございました、と感謝の気持ちを綴った。会場のある福岡県糸島市のこの日の天候は晴れ一時雨。気温は33度で、2.8メートル毎秒の西南西の風が吹いていた。金田は午前6時52分にスタートし、ニバーディー 1>, 1ボギー1ダブルボギーの73でプレー通算8アンダー56位タイで競技を終えていた投稿の最後には応援に来てくれていたギャラリーの方あんなんでごめんなさいフラフラでプレーの中キャディーさんが全力でサポートしてくれて本当に助かりましたありがとうございました情けなくて年寄りみたいで悲しいので引き続きより一層トレーニング頑張ります と綴り、り気持ちを切り替えていた。金田久美子、金田久美子、1989年生まれ、愛知県名古屋市出身。3歳からゴルフを始め、8歳の時には世界ジュニア選手権で優勝。タイガー・ウッズに並ぶ記録で、天才少女として注目を浴びる。 アマチュアとして出場した2002年のリゾートトラストレディスで、12歳9ヶ月での最年少予選通過記録を樹立。8年のプロテスト初挑戦は一打足りずに不合格も、同年のファイナル QT をトップ通過してツアー出場権を得る。プロ3年目の富士3系レディスクラシックで初優勝。22年、樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメントで11年ぶりのツアー2勝目を挙げた。 愛称は金組ダブルコート。その風貌からギャルファーの異名を取った。スタンレー電気・デン